はい、物理のワンポイントレッスンをね、始めていきましょう。で、今回のポイントはですね、この運動方程式、ね、こちらに書いてありますが、運動方程式を扱うときのポイントです。まあ、例をね、この定格者を使った例でね、お話ししていきますが、ポイントはものすごく簡単で、一つずつ物体に注目して整理しましょう。とにかく一つずつ、ね、整理していけば難しくはないんだということをね、分かっていただければいいかと思います。じゃあ行きますね。まず、一つずつ、ね、二つ物体があるんですが、ラージ M の方が大きくて、スモール M の方が小さい。では、ラージ M の方が質量が大きいような状況の滑車ですから、このラージ M は下に加速していくんだろうな。で、スモール M の方は上がっていくんだろうなというのは、まあね、想像できるかと思います。で、ここでね、苦手な人は G かなと思っちゃうんですけど、違います。ここね、こんなもん分からないので、分からない前提なんです。とりあえず置いてみましょう。ね、加速度 A。で、この方が A で上がっていけば、糸が切れない限り、この方も A で下がっていきますから、A、このような形で表現できますね。じゃあ、順番に、1物体ずつ注目して整理していくとどうなるか見ていくと、まず、スモール M、この子に注目して、はい。じゃあ、どんな力が働くのかというと、まず、地球上でのお話をしていますから、重力 MG が働く。これはいいですね。重力 MG は覚えましょう。で、ね、こっちに行きたい気持ちもわかるんですけど、もうずっとこっちですよ。いいね。スモール M ばっかりに注目していきます。でさらに、糸がね、ピーンと張っていれば、ピーンと張っている向きに、ね、張力が働きますので、張力 T というのを設定します。じゃあ、この状況で運動方程式を考えていくんですけど、書き順が決まっていて、まあ、F イコール MA でも構わないんですけど、MA イコール F の方が簡単に書けます。どういうことかというとね、質量 M の物体が加速度 A で運動しているよねっていうことが、まずわかるじゃないですか。質量 M の物体が加速度 A で運動している状態があって、その原因となっているものを、この右辺に変えてしまえばいいだけです。で、例えば、これ上に上がっていってるわけですから、T と MG どっちが大きいのって言ったら、多分 T の方が大きいですね。じゃあ、具体的な例を挙げてみると、10ニュートンの、ね、張力だったとして、重力が3ニュートンだとすると、上向きに10で下向きに3だとすると、合計上向きに7の力が働くようになるんですね。その合計の上向き7の力で加速していくんです。A で加速していくんですってことを式に示せばいいわけだから、10-3、つまり T-MG。このような形で、まずこの物体についての運動方程式が作れました。一切こっち見なくていいです。で、次です。で、ここの運動方程式が立て終わったら、次こちらに移ってもらって、質量 M の物体があるな、加速度 A があるで運動しているな、なので、もうこれもう欠けてしまうんですよ。状況としては、質量 M の物体が加速度 A で運動しているな、で、さらにその原因となるものが力と呼ばれるものなので、いきますね。重力 MG と、あとは一本の糸、一本の糸につながっている場合は、両端で同じ張力、同じ張力になります。ね、左側で10だったら右側でも同じ10の手応えがあります、みたいなことを考えていただければ結構です。いいかな。ここは触れることは基本的に方向物理ではありません。同じ大きさに必ずなります。方向物理ではというところです。はい。では、T と T 等しい状況で、あとはね、この MG と T、どっちの方が大きいですか？下向きに加速していくわけですから、そうですね、下向きの力の方が大きくなるわけで、例えば、この下向きの力が15だとして、上向きの力がさっきと同じ10だとすると、合計、まあ、5の力で加速していくみたいな感じの式を作ればいいだけ。今、数字は適当に言いましたので、さっきとちょっと違いますよ。さっきと違いますけど、数字は適当に言いましたが、要は下向きの力の方が大きくて、それを邪魔していくのが T なんだ、みたいな感じの式を作っていただければ結構です。つまり、下向きの MG で、上向きの T ですね。つまり、この2つの合計が下向きになって、加速度 A を生んでいるという形で認識していただければ結構です。で、あとはですね、未知数をカウントしていくと、今加速度を適当に決めたので、こういう、このね、値たちは未知数1つ目にあるんですね。
次に、この t っていうのは、これも未知数ですが、2つ目の未知数です。2つの未知数で2つの式ですから、あとは連立方程式を解けばいいだけなんですね。ですので、順番に解いていくと、1式、2式。1たす2から、とりあえず、ね、t を消してみます。すると、このようになるので、結果、A の値が、という形で得られます。で、この A をですね、例えば、丸1式でもいいですし、丸2式にでも代入していただければ、ね、このラージ P の値が求まるというわけですね。はい。ですので、もう一度ポイントを振り返ってみると、とにかく1物体ずつに注目して力を書いて立式する、ね。1物体ずつに注目して立式して整理してしまえば終わりなんですね。なので、今日のポイントは繰り返し言い続けますが、とにかく一つずつ物体一つ一つに注目して力を削増して運動方程式を作ればどんな状況でも整理ができるということを覚えておいてください。というわけで本日のワンポイントレッスンは以上です。